皆さん、こんにちは。マンダルビルフィッシュです。では、今回は、ギレンデーバーアークシズの脅威 V、エーベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。前回、オデッサ攻略完了してまして、ご覧のように、地上では、まあ、大方ですね、連邦軍の制圧権にあると言えると思います。残っている重要拠点としては、ここ、キリマンジャロですね、残ってますので、今回、このキリマンジャロを攻略していきたいと思います。宇宙の方は、まあ、残念ながらですね、ジオン軍に攻勢を許してまして、ルナ2の攻防戦を行っているという状況です。で、今回はキリマンジャロを攻略していくんですけども、まあ、カナダですね。この辺りも、今回制圧を、進めていければなと思いますので、まずは地上でのジオン軍総統戦を行っていきましょう。では、時間を進めていきます。では、キリマンジャロに侵入していきます。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあ、大部隊で一気に押し込んでいこうという、まあ、そういうステージ戦略になるかなと思いますので、このまま大戦力を持って一気に進行戦を仕掛けていきたいと思います。で、陸戦ジムに関してはですね、陸戦ガンダムに改造を行っていますので、まあ、戦力的には、まあ、以前よりさらに強力になっているということが言えるかなと思いますので、まあ、このあたりもうまく活用していければいいかなと思います。では、進行していきましょう。補給隊より報告します。ホワイトベースは再びランバラル隊と交戦し、これを退けることに成功しました。またホワイトベースのランバラル隊との戦い、青い巨星、これのイベントが発生してますね。戦死したようです。ホワイトベース隊のイベントを進めることによって、ガルマ、ランバラル隊、順調に強キャラを撃破してくれていますね。落ちろ、でキリマンジャロの攻略、まさにその最中ではありますけども、アラスカの制圧がこれで完了します。僕だってこれくらいはできるんですよ。アラスカ攻略、敵部隊の殲滅に成功しました。続いてカナダ2のエリア、ここの攻略も完了です。順調に制圧をしています。補給隊より報告します。ホワイトベースはランバラル隊の残党と交戦し、ホワイトベース隊をこれを撃破することに成功しました。イベント、しかし続きですね。残念なことにハモンさんをガンタンクのパイロット撃退したものの、竜補正が戦死しました。死亡したという、まあ、あのアニメのこのような悲劇を繰り返さないためにストーリーをたどるような、この戦いを終わらせねばなりません、ね、これでカナダ1も制圧完了です。順調ですね。敵補給部隊からホワイトベースに関する報告が届いています。ホワイトベースはサイド7での戦闘をはじめ、ホワイトベース隊に関してのイベントを続きます。大気圏突入戦、ましょう。ガルマ地上軍との交戦など数々の戦場をくぐり抜けてきました。彼らの著しい戦果には驚嘆すべきものがあります。マチルダよりホワイトベースに関する詳細な報告書が寄せられています。報告書では特にガンダムのパイロットの戦果について驚異的なデータが記載されています。ガンダムのパイロットは初戦においてザク2機を撃破し、赤い彗星のシャアと互角に戦い、本来陸戦用兵器であるはずのモビルスーツで空中戦を行うという卓抜した戦闘センスを発揮しています。加えてガンキャノン、ガンタンク、コアファイターもよく機能しており、ホワイトベースが初期の性能以上に運用されていることがデータからも証明できると思います。訓練も受けていない素人の集団の彼らがこれだけの戦果です。レベル将軍が彼らをニュータイプ部隊と呼んだわけ、分かるような気がします。報告します。ジオンの科学者クルスト・モーゼス博士が亡命を希望しています。博士はフラナガン機関でエグザムというコンピューターシステムの研究を行っていたようです。亡命を認めますか？これは亡命認めておきましょう。はい、エグザムクルスト博士の亡命を受け入れ、開発部にてエグザムの研究を行わせます。開発部からの提案をご報告します。
マチルダ隊がホワイトベースから持ち帰ったガンダム2号機の戦闘データを移植することでジムの性能を向上することができます。これはやりたいですね。ジムがちょっと弱くて困ってたので、新兵器の開発が終了したと報告がありました。やりたいですね。開発部の報告を。開発部より報告します。クルスト博士の開発したエグザムが一種のコンピューター OS であることが判明しました。エグザムに関してのイベントです。つまり我が軍のモビルスーツに搭載することができれば従来のモビルスーツの性能を大幅に向上させることができるのです。研究費の投入をご検討ください。時間はかかりましたが、ようやくキリマンジャロ基地をこれで制圧できそうですね。やれやれ、なんとかこの場は普通のジムとか、まあ、もちろんガンタンクなんかだとですね、ここは本当に移動が大変ですね。ただそのキリマンジャロも攻略完了したので、これで地上の重要拠点は全て制圧完了になります。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。